潜水艦といえばスナイパーの一面がある戦闘兵器だけど、その価値がより高まったのは核弾頭搭載型ミサイルを発射できる戦略型潜水艦の登場が契機となったよ。戦略型潜水艦は、原子力を動力にすることで半永久的に航行が可能となり、その結果海があるところであればどこへでも隠密に行動し、敵国の喉元へ核兵器を突きつけることができるからな。まさに究極の抑止力としての効果を発揮するようになったよね。ちなみに、潜水艦にはかなりの隠密性が求められていることは周知の事実だと思うが、その他にも洋上での充電を行わずに済む能力ステルス性など、様々な能力が求められる兵器でもあり、世界各国はその開発にしのぎを削っているのも事実だぜ。特に、世界唯一の軍事大国となったアメリカが、自国では成し遂げられなかった高性能の開発を成し遂げた国として挙げたのは日本なんだよね。日本は、アメリカが我が国も撃ってほしいと懇願したとも言われるほど、高性能の潜水艦を開発することに成功しているんだよな。そうみたいだね。今回は、アメリカすら羨む日本の最新鋭潜水艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。遡ること2020年3月5日、兵庫県神戸市の三菱重工業神戸工場にて海上自衛隊の新潜水艦OUの引き渡し式が開かれたよ。海上自衛隊の主力潜水艦双雄型の11番艦であるOUは、潜水艦の動力としては世界初のリチウムイオン蓄電池搭載の通常動力型潜水艦として就役したんだ。リチウムイオン電池、と言われてもピンとこないかもしれないけど、単純に言えばスマホの充電池とほぼ同じようなものですと聞けば、みんなもわかりやすいんじゃないかな。双雄型は世界最大のディーゼル潜水艦で、低振動で静粛性に優れ、世界有数の高性能艦としてアメリカをはじめとする各国から注目を集めているよ。そして、今回のOUからは、長時間潜航可能な、非待機依存推進 AIP 機関を海上自衛隊の潜水艦として初めて搭載することになったんだ。外機を必要としない AIP はいくつかの方式があるんだけど、双雄型10番艦の双雄までは水中の航続時間を伸ばすためにスターリングエンジンを搭載していたんだよね。スターリングエンジンを導入することで、海上自衛隊の潜水艦は長時間の潜航能力に秀でる性能を持つことになったってわけ。でも、これだけ優秀なスターリングエンジンをあえて捨て、最新鋭潜水艦にリチウムイオン電池がなぜ搭載されたのかな？もちろん、捨てたのではなくより性能の良いものを求めた結果ではあるんだけど、ここで現在の海上自衛隊の潜水艦の状況について、詳しく見てみようか。2022年現在、海上自衛隊の最新鋭潜水艦大芸型以外で、リチウムイオン蓄電池を搭載して収益済みなのは双雄型潜水艦の11番艦オーユークレキチ所属第1潜水隊軍第3潜水隊と、12番艦東雄横須賀基地所属第2潜水隊軍第6潜水隊の2隻となっているよ。双雄型潜水艦の所言でわかっているのは全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、水中排水量4200トンの大型通常動力潜水艦ということであり、10番艦双雄までは非待機依存推進 AIP 対応のスターリングエンジンを搭載していたことは明らかになっているんだ。実は双雄型潜水艦の建造にあたって、当初の計画では潜航中動力としてリチウムイオンなどの燃料電池の搭載が検討されていたことは、一般的にはあまり知られていなかったんだよね。この時に検討されていた燃料電池は、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことで、通常の乾電池などを指す二次電池と違い、様々な燃料を補充することで永続的に発電可能かつ発電効率の高い電池として各方面で研究が進められていたものだったんだ。防衛省傘下の防衛装備庁では、当初ナトリウムアマルガム燃料電池の採用を検討したんだけど、使用される水銀が大量に必要であったため断念し、酸素及び水素型電池の開発に舵を切り直したよ。でも、火器厳禁の取り扱いを要する酸素や水素潜水艦内部に搭載することの懸念があり、結局双雄型潜水艦には AIP スターリングエンジンの搭載を決定し、当時の技術研究本部ではその後を見据えて、水面下で次世代潜水艦用蓄電池となるリチウムイオン蓄電池の開発を進めていたってわけ。そして、その開発の成果が実り、OU 以降の潜水艦には、リチウムイオン蓄電池を動力とした機関を採用することになったわけなんだ。ちなみに、リチウムイオン蓄電池のメリットは、
鉛蓄電池の欠点であった水素ガスの発生がゼロあることや、エネルギー密度が2倍以上かつ 1.5 倍以上の繰り返し充放電回数ができるようになること、おまけに充電時間も短いことから、長期間海中で任務を遂行する潜水艦として優れた特性を発揮することができると判断されたことにあるぜ。海上自衛隊としては、リチウムイオン蓄電池を双流型の5番艦随遊から搭載したい意向ではあったが、別関係の太平型から搭載することに計画を変更しつつも、結局は前とした11番艦欧遊から搭載されることになったんだよな。そうそう。これは、中国などの軍事的脅威に対抗するために性能の高い潜水艦の配備が急務であったことなど、様々な事情があったためだね。中国から言わせれば、こんな潜水艦がいきなり上海の沖合に現れて攻撃でも仕掛けられては、たまったものではないもんね。そうだね。さて、リチウムイオン蓄電池を搭載するにあたり、双流型のスターリング AIP 機関は踏襲され、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法、あるいはスターリング AIP システムも含めてリチウムイオン蓄電池と置き換える方法の3つが検討されたんだ。相互比較した結果、後者のプランの方が、コストは高くなるが水中出力が大きく、連続潜航時間が長くなると判断され採用に至ったみたい。ちなみに、リチウムイオン蓄電池を採用することによって高性能になったと思われがちだが、実際のところスターリング AIP システム搭載艦と比較すると時空間力が8000馬力から5600馬力に落ちているんだよな。とはいえ、潜水艦は馬力が勝負の兵器ではないからな。そうだね。他の双流型潜水艦と比べて、欧遊等遊は水中における最大速力が、20ノット時速 37km から18ノット時速 33km に低下しているのは事実なんだけど、問題はその速力の持続力にあるんだよね。以前の双流型潜水艦の場合、搭載している鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は意外と短くなっており、10番艦までは最高出力20ノットを維持できる時間はなんと5分間であり、連続潜航時の水中最高速度は16ノットまでしか出せないんだ。一方、欧遊等遊のリチウムイオン蓄電池ならば、長時間にわたり持続して高出力を発揮することができるため、最高出力18ノットを数十分維持することが可能な能力を持つことになったってわけだ。さらに、連続潜航時間が10番間までは2週間だったものが1ヶ月に伸びていることなど、航続距離や潜水時間についてもかなりの性能アップがなされているんだぜ。また、充電に必要なシュノーケル航行時間も格段に改善されているみたいだよ。以前の双流型で採用していたディーゼルスターリングエレクトリック方式では、フル充電のためにシュノーケル航行時間が5から7時間は必要だったけど、リチウムイオン蓄電池は急速充電により2から3時間でフル充電が可能なため、シュノーケル航行時間が大幅に短縮され、敵から発見されるリスクが軽減されたんだ。そう考えると、欧遊等遊になっていこう、潜水艦としての総合的な能力は格段にアップしたと言っても過言じゃないね。さて、日本がここまで潜水艦の能力向上にこだわるのは、やはりシーレーン防衛のためであることは間違いないだろうね。資源のない島国である日本にとって、海上輸送の確保は国が生き延びるために必須であり、現に過去の戦争ではこのシーレーンを防衛することができなかったことで、結果的に敗戦したと言っても過言ではないよ。そして、シーレーンの防衛に欠かせないのはサイレントサービスとも呼称される潜水艦の存在だね。潜水艦は、その隠密性から商業船舶を攻撃するために必須の艦種と言えるが、敵国の潜水艦の活動を阻害するためには、潜水艦を持って制することも必要なんだよな。そして、潜水艦はその隠密性から相手の目と鼻の先まで知られぬように侵入することができるよ。核弾頭ミサイルを装備した潜水艦が、ある日いきなり自国の周辺に現れ、察知されることなくそれを発射することができたらって考えるだけで、どこの国でも恐怖に駆られることは間違いないよね。ほんとだよね。潜水艦には、そういう隠密ゆえの恐怖という一面があるもんね。もちろん、非核三原則を持つ日本が自国の潜水艦に核弾頭ミサイルを装備することなど、絶対にありえないよ。ただ、絶対とは言い切れなくなっている実情ではある、と思うぜ。なら安心だと、中国や北朝鮮、それにロシアが思うかといえば、そうではないだろうしな。彼らが恐れていることは、日本の技術の結晶である潜水艦をアメリカや同盟国が購入することだよね。ああ、特にクアッドで親密さを深めているオーストラリアは、日本の潜水艦の購入を真剣に検討していたこともあり、アメリカも潜水艦隊の司令官が実際に欧遊に乗艦するなどして、興味があることを隠そうとはしていないからな。このように、アメリカをもうならせる日本の潜水艦技術だけど、現状では効果的な抑止力としての活用が大いに期待されているよ。
特に昨今は、中国やロシアの G 行動が盛んに行われていることから、それらに対する明確な対抗策として、欧州などの潜水艦の活躍が、日本の領土防衛につながるものと考えられるよね。それじゃあ今回はこの辺で。いつも見てくれてありがとう。よかったら、チャンネル登録してね。みんな、コロナが落ち着いてきて油断してるけど気をつけてくれよ。マスクもだけど中国にも油断しないでほしいね。大丈夫だよ。僕たちの視聴者を信じようよ。そうだね。なら今日の動画は終わりだよ。いよいよ1型戦闘機第6世代の編容が出てきたみたいだな。え、まだ最近まで第5世代の戦闘機の話してたじゃん。もう次世代戦闘機の開発が始まってるの？そうだね。現段階では開発に入っているというよりも、どういう方向性で次世代の戦闘機の開発を進めるかってことかな。防衛省は2020年12月に航空自衛隊の F2 戦闘機を後継する、次期戦闘機のエンジンの実証事業をイギリスと共同で進める方針を定めたそうなんだ。開発はまだ先の話ってことなのか。開発をどういう方向性で進めていくかってことなんだね。次期戦闘機の方向性を決める上で、新型の単独開発または共同開発、既存の戦闘機の改良型の導入という3つの方向性で検討され、最終的に2018年の中期防衛力整備計画で、外国との協力を視野に我が国主導で開発という方針を定めたそうなんだ。ほえ、今回は日本が主導で開発を進めるのか。それは楽しみだな。うん、そうだね。次期型戦闘機はこれからの防衛や戦い方を考えて、今までとは違った発想で開発されるみたいなんだよね。日本主導で開発なら世界を驚かすような戦闘機を開発してほしいね。ところでよ、今までとは違った発想ってどういうことなんだ。ただ性能を向上させていくとは違うってことだよな。そうだね。それじゃあ今回は現段階で予測できる性能や運用目的などを見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。戦闘機の任務で考えられるのは、航空偵察、航空優勢の獲得、地上部隊への援護、艦艇の航空援護、弾道ミサイルや巡航ミサイルの撃破、地上敵部隊に対する攻撃、敵艦艇に対する航空攻撃など様々な任務が考えられるよね。うわぁ、戦闘機ってやることが多すぎて大変だな。だからこそ戦闘機の開発で他国に遅れを取ることはできないんだよ。これだけの任務があるんだから、戦闘機の強さイコール国の強さって言っても過言じゃないよな。そうだね。日本の周辺国では第5世代の戦闘機の配備がどんどん進んでる。これに対抗するために、防衛省は新たな戦い方ができる、次期戦闘機の開発が必要不可欠だと考えているんだよ。この次世代戦闘機のコンセプトは、高度な情報化、高度な知能化、そして瞬時に敵を叩くことができるこの3つの頭文字を取ってアイファイターと称しているんだ。かっこいい、コンセプトはわかったけど、どういう能力なの？まずは射撃機会が増えるってことだね。無駄撃ちの排除、誰かが撃てる、撃てば当たる、各戦闘機が持っているセンサー情報やウェポン情報を、データリンクで共有し、編隊内で総合的に分析を行うんだ。今までの戦闘機なら敵機を自分で発見、ロックオン発射、誘導してたんだけど、次期戦闘機は味方機で発見、ロックオン発射、誘導が分担してできるようになるんだ。それと、敵に逃げる機会を与えないってことかな。弾数に縛られず、撃てば当たるエネルギー兵器、マイクロ波、高出力レーザー兵器を装備するんだ。これは発射すると高速で飛ぶので、瞬時に敵に当たるんだ。あとはフライバイト方式だね。聞き慣れない言葉だけど、機内での情報伝達機能だね。列国は強力な電波を相手に照射して、兵器や通信機器の妨害を試みるんだよ。フライバイト方式では光ファイバーで操縦や情報伝達を行うために、この妨害にも強い威力を発揮することができるんだよ。おいおい、すごいハイテクだな。どういう戦い方になるのか想像もできないわ。まだまだあるよ。戦闘機には最も重要視されるステルス性能も各国の戦闘機を凌駕すると言われてるよ。それとは逆に敵機のステルス機は瞬時に発見できる、ハイパワーレーダーが備えられるそうだ。それだけの超ハイテクな機体をハイパワースリムエンジンが支えるんだ。聞いてるだけでも性能がすごすぎて本当にできるのかって思ってしまうよ。大丈夫だよ。日本の開発力と技術力は最強だぜ。うん。日本が開発に乗り出すのならやってくれると思うよ。これだけのハイテク化により当然戦闘機の戦い方も変わってくるよね。
これからの戦闘機の戦い方は、先に敵を発見し先に撃墜しなくてはならない。アメリカの戦略予算評価センターの分析では今までのような、戦闘機同士でのドッグファイトは減ってくるそうだ。次期戦闘機が目指す次世代の戦い方は、ミサイルを母機として、無人機を先に出して、スタンドオフセンサーとして、有人の大型超音速戦闘機が後ろから無人機を制御するような形になると思う。この戦闘は無人機随伴の複数の大型超音速戦闘機編隊のグループ戦闘になってくるだろうね。なるほどな。映画で見るような有人戦闘機同士の、一騎打ちみたいなのがなくなってくるんだな。そうだね。この新たな戦い方では、編隊内のセンサーが敵を見つけ、編隊内の兵器が効率的に撃ち漏らすことなく敵を攻撃し撃墜するという戦い方になるね。数的劣勢下ではこの戦い方が効果を発揮すると言われてるんだ。軍事的な規模としてはあまり大きくない日本にはうってつけの戦い方というわけだな。なんか難しそうだけどすごいってことだけはわかったよ。あと次世代戦闘機のエンジンやステルス性能なんかはどうなの？それじゃあそれも見ていこう。次世代戦闘機はエンジンをスリム化させなおかつ、大出力化を両立できると言われてるよ。水力変更のノズルは全方向20度の方向変更ができて、ジェット噴流方向を変えることにより、舵面だけで行う方向変換に比べると小回りが効いた運動が可能になるんだ。超音速で飛び回る戦闘機にとって小回りが効くということは、戦闘時に大きなアドバンテージになるよ。ステルス性能は相手からのレーダーの反射を、いかに最小に抑えるかが重要なんだ。翼下や胴下に搭載される兵器を、胴体内部に格納しレーダー反射が大きいエンジン反面を、隠すような曲がったインテークダクトなど新しい技術を適用することにより、優れたステルス性能が発揮できるようになるだろうね。エンジンやステルス性能だけじゃないよ。次世代戦闘機には人工知能も搭載されるらしいんだ。これからの戦闘では目視できない距離での戦闘も想定される。もちろん戦闘機の機能も多くなるから、人工知能の支援を受けつつバーチャルヘルメットの映像を見ながらパイロットがデータリンクで繋がった司令部の命令に従って、戦闘機の操縦をすることになるんだ。まるでゲームの世界だな。本当にそうだね。実際に防衛庁は無人機の開発にも積極的に取り組んでるんだ。まず有人機を改造して、用途や任務によって、有人、無人の、運用が切り替えれるような戦闘機を作りこれを支える人工知能の開発に力を入れているそうなんだ。将来、無人の戦闘機が空を飛び回り無人機同士で戦闘するようになるんだね。なんかどんどん映画で見たような世界になってるね。いつかその人工知能が暴走して、みたいにならないよね。人工知能が兵器に搭載されると聞くと確かにそんな心配も出てくるだろうね。そういう映画多いからね。でも、これからの防衛や戦闘には人工知能は必要不可欠なんだ。それは、どの国も無人機の研究や開発に力を入れているからね。これだけ、兵器の機能が発達すればいくら優秀な人材でも、人間がコントロールするのは限界がある。人工知能と人力の融合が必要だよね。あくまで、人工知能を管理するのは人間。全てを人工知能に委ねるのは危険だと思うよ。将来全ての兵器を管理する兵器が開発され、その人工知能が暴走、それに誘発され全世界の人工知能が暴走となれば人間の世界は終わりだね。話が逸れてしまったね。日本が主導で開発する第6世代戦闘機、本当に楽しみだね。今後の新たな情報を待ちましょう。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。はーい。雑学の時間だよ。待ってた？待ってました。今日は何のお話をしようかな。それじゃあ今回はアニメにまつわる雑学で行ってみよう。ルパン三世はみんな知っているよね？実は我々がよく知っているルパン三世の顔は変装であり、素顔については誰にも知られてないんだ。普段見せている顔は実は変装している姿なんだよね。これは公式設定としてルパン三世は素顔を誰にも見せていないことになっているんだ。ルパン三世は大怪盗アルセイヌ・ルパンの孫であり、ルパン三世は祖父のアルセイヌ・ルパンを尊敬しているという設定があるんだ。そして、ルパン家には泥棒としての指南書が存在していて、ルパン三世はアルセイヌ・ルパンの指南に従って、決して誰にも素顔を明かさないようにしているんだ。そのため、ルパン三世の素顔は仲間の次元大輔や石川五右衛門にすら知られていないんだ。ルパン三世の顔は誰にも知られていなかったが、2018年になって藤子だけには明かされたんだ。2018年に放送されたルパン三世パート5の最終回において、ルパンは藤子に私はあなたの何？
と問われました。そこで、ルパンは藤子のことだけは信頼しているという証として、変装しているマスクを取って素顔を見せたんだ。マスクを外した素顔は黒塗りとなっていたため、ルパンの素顔を知っているのは世界で藤子だけってことだね。それと、ルパン三世といえば、大怪盗アルセーヌルパンの孫という設定になっているよね。でも、モンキーパンチ氏がルパン三世を書き始めた当初は、違う設定だったんだ。最初はアルセーヌルパンの孫ではなく、あまりの怪盗っぷりに、ルパン三世という愛称で呼ばれるようになったという設定だったんだ。しかし、編集者から面倒くさいからアルセーヌルパンの孫ということにしようと、持ちかけられて、結局は現在の設定になったんだ。モンキーパンチ氏の構想では、ルパン三世の舞台が1967年だったことから、単純にアルセーヌルパンの孫世代あたりが活躍をするというだけで、孫にしようとは考えていなかったみたいなんだ。最後に、ルパンには子供がいるって知ってた？1975年に刊行されていた少年アクションという雑誌では、ルパン小僧という漫画が連載していたんだ。この物語はルパン三世と藤子の子供が、ルパン四世を目指すというストーリーとなっていて、ルパン小僧の1話や18話では、お父さんであるルパン三世が実際に登場しているんだ。しかし、少年アクションが休刊した影響を受けたことにより、ルパン小僧も18話で打ち切りとなってしまったんだ。以上、ルパン三世の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。ありがとう。海上自衛隊の最大級護衛艦出雲型の2隻について、みんなは知っているよね。軽空母化が進められているってやつだよね。そうそう。現在、その動きが目まぐるしく変わっているみたい。2021年には実際にアメリカ海兵隊との合同訓練をも実施したみたいだな。うんうん。今回はこれら2隻の動きをまとめてみたから、それについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊全体の2021年を振り返ってみると、ヘリコプター搭載型護衛艦出雲が、航空母艦化への改修の第一段階を無事クリアしたことで、日本の進むべき方向性が間違っていなかったことを、関係者一同が無事に確かめられた1年だったように感じるね。すでに2020年より出雲はジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所での第1回目の航空母艦化改修を行って、飛行甲板の耐熱工事を完了させており、それを踏まえて2021年10月には艦載機として搭載予定の F-35 ライトニング 2B 型の発着艦テストに臨み、無事に成功させているよ。このテストについて、詳しい内容は明らかになっていないんだけど、自衛隊の公式発表から具体的な内容や成果を掘り下げていこうと思うんだけど、今回の訓練が実施されたのは、四国の沖合洋上だと発表されているんだ。だけど、現在の日本は F-35 ライトニング 2B 型を自らが所有しておらず、現在調達途上にあるよ。今回のテストが成功したのは、山口県岩国基地所属のアメリカ海兵隊に、配備されている同機が協力したからこそ実現したと言えるね。防衛省では、このテスト時の様子の一部を動画で公開しているみたいだぜ。公開されている動画は、出雲への F-35 ライトニング 2B 型の発着艦の様子を収めた2分強となっており、この動画は SNS 上でも公開されているようだな。具体的な内容としては、同機の垂直着陸や短距離離陸のリアルな運用状態を簡単に視聴することができ、軍事関係者でなくとも興味を持って視聴できると思うぜ。もちろん、この動画は世界中に公開されているわけで、中国や韓国、北朝鮮やロシアなどの近隣国でも確認することができるんだ。この動画が影響したのかどうかわからないけど、もともと日本が空母を所有することが面白くない中国や韓国は日本の軍国主義が進むことへの懸念を表明し、明らかに面白くないご様子のようだね。韓国に至っては、自国の強襲揚陸艦を空母化改装し、自らも空母所有国になる計画をぶち上げるなど、日本への対抗意識が見えているし、そんな見えだけで自国の国防をあれこれ考えられても困るだろうね。隣国がそれほど嫌がる日本の空母所有計画、その柱は何と言ってもヘリ搭載型護衛艦出雲型の空母化改装となっているよ。出雲型空母化改装の第一段階として、2020年から2021年6月の改修工事が行われ、出雲には F-35 ライトニング 2B 型の離発着時に発生するエンジン排気熱に対する飛行甲板の耐熱加工が行われたみたい。見かけ上は従来とさほど変わってはいないんだけど、
大きなポテンシャルアップを果たしていることは十分期待できるよ。出雲に対する航空母艦化の今後の流れは、2022年中にアメリカ本土の東海岸の基地に出雲が直接出向き、F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な母艦としての認証を受けることが予想されているね。この認証は1年程度時間がかかるものであり、スムーズにいけば2023年から2024年にかけて出雲が日本に戻ってくることになるんだけど、その後も出雲はアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の協力を必要に応じて求め、離発着訓練などの艦載機の運用ノウハウの蓄積に努めるものと思われるよ。そして、2025年に2度目の改修工事を行い、飛行甲板の形状に手を加えることになるんだ。現在の甲板先端部は台形になっているんだけど、二度目の改修工事でアメリカの強襲揚陸艦のような四角形に変更する予定とされており、この改修工事が完了すれば、外観からも明らかに航空母艦として認識できるようになると思われるんだ。ちなみに、飛行甲板の先端部の形状変更がなされていない現状でも、F-35 ライトニング 2B 型の発着艦は可能だが、アメリカ東海岸への開港時でも第二次改修は未実施の状態で認証取得に向かうこととなるぜ。SNS 上に公開されている動画を確認しても、F-35 ライトニング 2B 型は艦首部に向けてスルスルと短距離滑走を行い、既存の飛行甲板台形から、問題なく発艦していく様子が確認できるな。そもそも、艦首部の飛行甲板を台形上から四角形に改修する理由が不明瞭かもしれないね。その目的は、離発着に必要な面積を増やすというよりは、飛行甲板そのものの面積を拡張することで駐機スペースを隠して、F-35 ライトニング 2B 型の滑走距離を確保しつつ、必要な機数を駐機させるだけのスペースを確保することが目的と見られているよ。これは、航空母艦化改修が完了し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として出雲が運用可能となった場合でも、対潜哨戒対潜哨戒任務などにおいて SH-60J ヘリなどの運用を継続するために、必要な駐機スペースを確保しておくためとも言われているんだ。つまり、出雲型は単なる空母ではなく、哨戒拠点としての利活用など、複数の任務に対応できるだけの能力を持たせようとする多目的艦としての利用を企図しているものと思われるよ。実際、イギリスの航空母艦クイーンエリザベスなどが装備しているスキージャンプ式の発艦装置を設けないことも、こうした出雲らの対潜哨戒能力の維持を狙っている表れかもしれないね。実は出雲型護衛艦、すでに対潜哨戒能力を有していることは、一般人にはあまり知られていないんだよな。出雲型護衛艦には、艦首部の水面下の部分に対潜哨戒用の大型のソーナー設備をすでに搭載しており、今でもすでに対潜哨戒能力を保持しているぜ。だけど、対潜哨戒設備を保有している都合上、さらに艦首部分を重たくすることになるスキージャンプ式の発艦装置の搭載は見合わせたとも言われているな。艦の重量バランスが崩れてしまうことを避けたとも考えられるよね。本来、F-35 ライトニング 2B 型の戦闘機としての運用を優先すれば、燃料や兵装を多く搭載しても離陸することが可能なスキージャンプ式の発艦装置を採用することが、最も運用効率には優れていると言えるよ。でも、海上自衛隊の事情では、出雲に多目的の任務を与えたいわけで、一種のジレンマを抱えているんだろうね。さて、この出雲、同型艦で2番艦の加賀も同様に航空母艦化改修が予定されているんだけど、こちらは実は出雲より早く、来年2022年からの第1回目の工事で艦首部の拡張を含む大改修が行われる予定となっているよ。加賀は、2024年にアメリカ本土の東海岸の基地に出向いて、F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な母艦としての認証を受けると見られており、これを終えた後に航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用に入る見込みとされているんだ。そのため加賀は、出雲よりも先に空母としての実運用が行えるようになると見込まれており、2026年頃には F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用体制を構築することが可能となっているみたい。その後、2027年頃に出雲の運用体制の効率が完成し、海上自衛隊は晴れて2隻の空母を運用する一流の海軍国の仲間入りを果たす、というスケジュールとなっているようだね。出雲や加賀の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、その運用を海上自衛隊ではなく航空自衛隊が担うことになるみたい。航空自衛隊では、F-35 ライトニング 2B 型を42機を調達する計画で動いており、訓練拠点としての配備場所を宮崎県のニュータバル基地にすることを国が発表しているよ。
香川広島県の呉基地を母港であり、ニュータバル基地は距離的にも理想的な位置にありますし、新設に向けて準備が進められている空母機離着陸練習場の予定地である、鹿児島県の馬毛島にも近いことから、訓練の効率化や南西諸島防衛にベストな立地と言えるんだよね。だけど、F-35 ライトニング 2B 型がニュータバル基地へ配備される予定だと公表されると、日本ならではのレフトウィング関係団体が行動を始めており、騒音の被害を名目にその配備反対を主張していることが報じられているよ。いつものように兵器が来れば攻撃される基地があるから戦争に巻き込まれる、騒音で生活権を奪われるなどと主張しているこれらの団体だけど、基地があり、精鋭の飛行隊がいるからこそ守られる国土もあるわけで、それに対する答えが一切ないのは何とも言い難い話だよね。先ほど F-35 ライトニング 2B 型の拠点とされる場所として紹介したニュータバル基地だけど、このニュータバル基地自体は季節の航空自衛隊基地であり、2021年時点でも F-15J イーグル戦闘機の1個飛行隊が配備されているよ。すでにある程度の離発着がこなされているわけで、常識的に考えても同期に比べ F-35 ライトニング 2B 型の騒音の方が激しいなどということは考え難いよね。すでに反対運動が起きていても叱るべきであろう。という問いかけに特定の団体閣議はどのように答えを返してくれるんだろうね。また、鹿児島の馬毛島でも地方自治体において反対派と賛成派が分かれており、反対派の市長が当選した西之表市は依然としてアセスメントの結果次第と、基地の受け入れを自治体として同意したわけではないんだ。だが、自衛隊の拠点を置くことや、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の訓練に使用するという決定は国が下ろした国防政策であり、どちらが優先かは誰の目に見ても明らかであろうと思うぜ。国を守るという当たり前のこと、これを無視して軍事施設が存在するから敵の攻撃目標にされてしまうのだなどと本末転倒な主張を繰り返す勢力には、問いかけたいことがいっぱいあるよね。例えば尖閣諸島をはじめとする、南西諸島への中国の圧力に対抗するために、何か有効な代案とは何かとかな。中国に対して軍事的な圧力を行わないように訴えるとき、どんなことを訴えれば効果があるのかとかね。これらを提示する義務がなければ、ただの言いたい放題にしかならないわけだし、国に対して何かを求めるならば、自分たちだって求められたらしっかりと対応する、それくらいの矜持を見せてほしいものだよ。実際、航空母艦化が完了した後の出雲と加賀を見てみると、これが中国や韓国が言う軍事大国日本を意識させるものなのかは、正直言って疑問に思うんだ。領艦に対して、拡張工事を行ったとしても、F-35 ライトニング 2B 型の搭載機数は最大で十数機程度と見られており、航空戦力としての数値としては微妙だしね。中国の空母などは、その3倍以上の艦載機を搭載しているわけで、どっちが軍事大国なんだと聞けば、可愛い用事でも中国の方を指さすに決まっているだろうぜ。そんな中国に対抗するために、持たなくてもいいものを持たなければならなくなった感じだしね。うんうん、日本の立場というものを、日本国民としてもしっかり理解しておきたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここのところ暑くなったり寒くなったり、体調管理が難しい季節になってきたね。花粉もそこかしこで飛んでるよな。PM2.5 も警戒する必要があるぜ。でもそうこうしているうちに、あっという間に蒸し暑い梅雨がやってくるよね。今のうちからカビ対策を進めていた方が良さそうだよ。いろいろと大変な季節の変わり目だけど、健康第一で日々を送っていきたいね。そうだね。さて今回は、中国の第5世代ステルス戦闘機 J20 の量産と配備が進んでいることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年4月14日付の読売新聞オンラインの読売新聞北京特派員の記事において、中国空軍の第5世代ステルス戦闘機 1020J20 の、開発製造元の中国国有企業中国航空工業集団の幹部による記者会見で、中国空軍が東シナ海及び南シナ海での飛行訓練を実施していることを明らかにしたと伝えているよ。中国航空工業集団の幹部によると、J20 は国産エンジンの開発に成功したことにより量産が進められていて、実戦部隊への配備が進んだ結果として、東シナ海及び南シナ海での訓練が半ば状態化しているとして、東シナ海においては実戦での戦闘を視野に入れた巡航訓練などが実施されているんだって。中国メディアによれば、以前より中国軍ではこの先の台湾有事を想定して、管轄である東部戦区の核飛行部隊に J20 の配備を2019年から進めているとされていたんだけど、今回の記者会見の内容が事実であれば、
南シナ海を管轄とする南部戦区へも J20 の配属が進んでいることになるよ。2022年3月19日に中国メディア海峡会等が、3月14日に開催されたアメリカ空軍協会のミッチェル航空宇宙研究所のオンラインディスカッションでの、アメリカ太平洋空軍司令官ケネス・ウィルスバック大将の発言として、東シナ海で J20 とアメリカ軍の第5世代ステルス戦闘機、F-35 ライトニング2が東シナ海で遭遇したと報じているんだ。それによると、ウィルズバック司令官は F-35 が東シナ海で J20 に遭遇したことを認め、中国空軍の早期警戒艦機空警 500KJ500 との連携による飛行訓練を実施しているようだとして、指揮と統制が取れているようで感銘を受けたと語ったんだって。そして、ウィルズバック司令官は J20 がどのような意図で開発が進められているのか、F-35 のような対地対艦攻撃などの任務をこなすマルチロールとなるのか、あるいは F-22 ラプターのように制空戦闘機となるのかは現時点ではわからない、と語ったとされており J20 の性能などについての言及はなかったと見られているよ。ただ、このミッチェル航空宇宙研究所のオンラインディスカッションについて報道している、世界のメディアはほとんどなく、ウィルズバック司令官が J20 に、感銘を受けたと語ったことを伝えているのは海峡回答のみなんだ。唯一、台湾通信がこのオンラインディスカッションのものと思われる記事を発しているんだけど、ウィルズバック司令官の段として掲載されているのはウクライナ情勢に絡んだ発言で、太平洋上で中国軍とロシア軍による爆撃機、指揮統制機、タンカーが参加する統合爆撃機パトロールが数回行われたが、大規模なものではなかったと指摘したことのみだから J20 に言及したことについての信憑性は低いと見られているね。J20 について詳しく、J20 は中国航空工業集団公司が、中国空軍のために開発した双発ステルス制空戦闘機で、アジアでは最初に運用された第5世代ステルス戦闘機であるとされ、アメリカ軍とロッキード・マーティン社が世界に先駆けて開発したステルス攻撃機、F-117 ナイトホークの技術を参考にしたとの噂があるぜ。またお得意のパクリなのかな？ F-117 ってどんなステルス攻撃機なの？ F-117 は1983年10月からアメリカ空軍によって運用された世界で初めて実用化に成功したステルス機で、1999年にコソボ紛争の際に撃墜された機体の残骸が中国に渡ったことが明らかになっていることからそのような噂が広まっているんだけど、中国軍側ではこれを否定しアメリカ軍側も懐疑的な見方をしているようだね。 J20 の初飛行は2011年1月で、2017年から運用が始まり、2021年末までに200機ほどが生産され実戦部隊に配備されていると見られているよ。機体はかなり大型で、同じ第5世代であるアメリカの F-22 やロシアのスホイ57より一回り大きく、機体前方のカナード翼と後縁に向かって緩い前進角を持つ、デルタ翼に近い主翼を組み合わせたクロースカップルドデルタ翼を採用しているんだ。この形式はユーロファイタータイフーンやラファールなど、ヨーロッパの戦闘機によく見られる形式であり、垂直尾翼などの傾斜は胴体側面の角度と等しくなっているよ。このカナード翼と垂直尾翼はどちらも誘導式で、垂直尾翼は90度近くまで作動することからエアブレーキの機能があると見られているね。機体のステルス性能についての詳細は不明なんだけど、F-117 のステルス技術を参考にしたとの説にもとって、F-117 のレーダー反射断面積値 RCS である 0.02 方平方メートルと同程度とする見方があるんだ。このレーダー反射断面積値が小さければ小さいほどレーダーに映される姿が小さくなり、アメリカ軍機における RCS 値は、第4世代の F-15E イーグルが10平方メートル、第 4.5 世代とされる FA-18E スーパーホーネットでは1平方メートルとなり、第5世代の F-22 と F-35 では 0.005 平方メートルとなっているぜ。また、J20 のアビオニクスは最新のものが搭載されていて、アクティブ電子操作アレイ AESA レーダーを搭載しており、約2000から2200個の送受信モジュールを備え、その出力電力は 24kW に達するとされているな。送受信モジュールの数と出力電力の大きさは F-22 に搭載されている ANAPG-77 を上回っているために、J20 が搭載している AESA レーダーは ANAPG-77 より探知距離が長く、より早期に相手を発見できる可能性があると推測されているみたい。また、J20 には F-35 の ANAA-937EODAS によく似た分散開口システム DAS を採用しており、機体各部に複数のセンサーを備えていると見られていて、機種の下面には F-35 と同じように EOTS-EOTS-86 が備えられていて、対空目標の補足と照準が大きく強化されているとの見方もあるよ。そして、J20 に搭載されている2機のエンジンについては初飛行当初から様々な噂があるんだけど、
試作初号機ではロシア製のサプールン 117S ターボファンエンジンが搭載されていたとみられ、2号機には中国製エンジンの WS10G が搭載されたと言われているね。J20 には本来であれば専用エンジンとして、開発が進められていた WS15 が搭載されるはずであったが、試験で爆発事故などを起こしたためその開発が大きく遅れており、実用化された機体にはロシアのスホイ27フランカーに搭載されている、サプールンエール 31FM2 が採用されていたな。しかし、その後 J10 や J11 に搭載されていた WS10 において、水力と信頼性が向上した WS10C が開発されたことから、WS15 に代わり暫定的に WS10C が搭載されて量産を開始したと見られているぜ。なお、J20 では第5世代戦闘機としては世界で初めて、複座型の機体が製作されているのが明らかになっているんだけど、これはいわゆるロイヤルウィングマンと呼ばれるステルス無人航空機とのチーミング構想において、後席の乗員がそれら無人航空機の統制を行うためと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学の時間だよ。待ってました。今日はお茶漬けにあられが入っている本当の理由を話してみようか。市販されているお茶漬けの素には、あられが入っているものが多いよね。柔らかな食感のお茶漬けだけど、あられが入ることによってカリカリとした歯ごたえが加わり、より一層お茶漬けが美味しくなるよね。あられはお茶漬けを美味しくするために入れられていると思われているけど、実はもともとは違うんだよ。お茶漬けのあられは美味しくするためではなく、お茶漬けの素を乾燥させるために入れられているんだよ。実はお茶漬けよりも前に、京都のブブ漬けにはあられが入れられており、これがお茶漬けにあられを入れるルーツになったとされているんだ。現代では、ブブ漬けといえばお茶漬けのことだと認知されているけど、本来、ブブ漬けのブブとはお湯のことであり、ブブ漬けとはつまりご飯のお湯漬けのことだった。昔の京都に住む人はあまり食事にお金をかけずに、なるべく食事は質素に済ませるような一面があったんだって。そして、ブブ漬けは漬物などと一緒に食べられていたんだけど、あられも入れて食べられるようになったんだ。ご飯を食べた後にお椀に米粒が残らないように、最後にお湯を入れて食べるのも当時の知恵だったみたいだよ。お茶漬けの素が全国的に普及するようになったのは、第二次世界大戦後なんだ。開発当時はまだ現在ほどの技術力がなく、お茶漬けの素を完全に密封することができないため、湿気ですぐに湿ってしまうことが商品のネックとなっていたんだ。お茶漬けの素が湿ってしまう問題は解決されていなかったけど、ブブ漬けの発想から、お茶漬けの素にあられを入れることになったんだ。すると、偶然にもあられが湿気を吸収するようになり、お茶漬けの素が乾燥したままになることが判明したんだよ。つまり、湿気を解決しようと投入されたわけではなく、偶然の産物として、お茶漬けの素の乾燥状態を保持する方法が見つかったんだ。それからは、様々な味のお茶漬けの素の湿気問題の解決策として、あられは大活躍することとなったよ。現代では袋を密封する技術があるため、実はあられを無理に入れる必要はないんだよ。しかし、依然として乾燥剤としての役割は果たしているし、当時の名残や多くの人の食べ慣れた味ということもあり、現在のお茶漬けの素の多くにはあられが入れられているんだ。乾燥状態の保持が不要なお店で食べるお茶漬けにもあられが入っていることがあるけど、もともとはお茶漬けの素に入れられていたものが、逆輸入された形かもね。以上、お茶漬けにあられが入っている理由でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。